諸君にお金を恵んでくれる人がいるとしたら、その人はいい人だろうか。遡ることおよそ150年前、19世紀のイギリス、ロンドン。この頃のイギリス、ビクトリア朝は産業革命によって著しい経済成長を遂げ、ブルジョワが数多く生まれたんだ。そしてここにもブルジョワが一人。おはよう、ヘンリーさん。おはようございます。今日もいい天気ですね。近隣の住民と愛想よく話している彼の名はヘンリー・レイモンド。まだ若かったが、従業員が25人も働く大豪邸に住んでいた。腰の低い丁寧な応対で、近隣の住人からの評判も良かった。しかし人々は何も知らなかった。彼の本当の名前がヘンリー・レイモンドではないということ、そしてその正体が暗黒街の支配者であることも。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マダモアゼル、つけたらす今宵も最高のヘモグラビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ。言うの闇人形のヤミリですわ。もうそろそろ春も近いけど、暖かくなったら眠くなってきちゃいますのよね。今日は剣が裏声で私の代わりをやってちょうだい。ちょっと本番中に寝ないで。まったく。さて、こういう話するのはアダム・ワースについて。彼は暗黒街の支配者や犯罪界のナポレオンと言われ、推理小説シャーロック・ホームズシリーズに登場するホームズのライバル、ジェームズ・モリアーティ教授のモデルにもなっている。そういった背景もあり、犯罪者でありながら今でもファンが多いんだ。前振り長っ。長すぎて起きちゃったから、おとなしく聞くことにしますわ。そんなアダムだが、なぜ犯罪者でありながらそれほど人気なのか。そこには彼のポリシーが関係していたんだぞ。言うの犯罪者の美学。遡ること約150年前の19世紀、イギリス・ロンドン。産業革命により目まぐるしく発展していたこの大都市には、多くのブルジョア、いわゆるお金持ちが移り住んできた。そんな中でもひときわ立派な豪邸に住む男が一人。彼の名はヘンリー・レイモンド。ヘンリーは若くして従業員が25人も働く大豪邸に住み、それでいて物腰も柔らかかったことから地域住人にも好かれていた。資本家としていくつもの店を経営していたヘンリーだったが、これらはあくまでも表向きの顔。彼の裏の顔は大物犯罪者。そう、資本家としての顔はカモフラージュだったんだ。そもそもこの男はヘンリー・レイモンドではなく、アダム・ワースという名前だ。アダムが携わっていた裏稼業もダイヤモンド強盗や列車強盗、さらには裏カジノ経営など、まさに犯罪のオンパレード。そんなアダムは自分が捕まらないための巧妙な画策をしていた。まず巨大な犯罪組織としてピラミッドを構成し、自分はトップに立ちながら犯罪事業を拡大して資金を集めていった。現代のオレオレ詐欺では受け子だけが捕まるパターンが多いが、それと同じで末端の人間が捕まることがほとんどだからだ。そしてもう一つ、どうしても警察に捕まりそうな危ない時は、はい、今回もこれで一つ頼みますよ。しょうがないやつだな、今回は見逃してやろう。アダムが話しているのはなんと警察官。実は彼は警察官に賄賂を送ることで情報をリークしてもらったり、罪を見逃してもらっていたんだ。アダムもクズだけど、警官もクズじゃないですの。裏稼業で生きる人間はこういう人間を引き寄せるのかもしれないね。ここまで聞いているとアダムのことをただの悪党だと思うだろうが、それでも人気があるのは彼が持つポリシーによるものなんだぞ。諸君は裏稼業で稼ぐ人間と聞くと、やりたい放題に生きる暴力的な人間を想像しないだろうか。だが犯罪集団のトップに立つアダムは、そのイメージとは全く違う人間だったんだ。アダムが嫌っていたものは酒、暴力、拳銃、そして裏切り。諸君はこういう犯罪集団では拳銃の1丁や2丁なんて当たり前に所有していると思いがちじゃないかな。だがアダムは、頭がいいやつは拳銃なんて使わなくてもいいんだという心情があったため、拳銃を禁止していたんだ。また部下に対しても寛大で、約束は必ず守るし、仲間が逮捕された時は賄賂を使って釈放させていた。さらにアダムの行動で特徴的なのは、金を奪う相手とその使い道だ。彼が金を奪うのは決まってお金の余っている金持ちのみ。さらにその金で慈善事業への募金も行っていたという。つまり金持ちから金を奪って恵まれない人にあげていたってことですの？確か日本にそんな人いなかったかしら。確か M 座は、その人もお金は配ってたけど、犯罪で儲けているわけじゃないからね。日本で似たような人物だとネズミ小僧が有名だね。そういう犯罪者は義賊として人気になることが多いんだが、そもそもなぜそんなことをやっているのか。そこにはアダムの生い立ちが関係しているんだぞ。残虐な素顔。
1844年、アダム・ワースはドイツの貧しいユダヤ人家庭で生まれた。その後、アダムが5歳の時に一家でアメリカに渡るんだが、相変わらず貧乏のままだった。そしてアダムは17歳の時、貧乏な生活に嫌気がさして家出する。当時のアメリカは南北戦争真っ只中だったから、彼は軍隊に入隊することにした。しかしここでその後の人生を左右する事件が起きるんだ。1861年7月、アダムはブルダンの戦いで負傷。その時軍の手違いによって死亡者リストに載ってしまった。そこでアダムはひらめいたんだ。マイケルです、今日からよろしくお願いします。アダムはマイケルと名乗って再び軍に入隊したんだ。どうしてそんなことをしていたのか。実は当時の軍隊では入隊時にお金がもらえた。そう、偽名を使って入隊と脱走を繰り返すことでお金をくすねていたんだ。これが彼の犯罪人生の始まりだった。終戦後アダムは実家のあるニューヨークに帰るんだが、当時のニューヨークは治安が最悪だった。そこで犯罪に慣れていたアダムはギャングに入りスリを開始。その頃から徐々に悪の道に染まっていくんだ。だがその後仲間の不手際であえなく逮捕されてしまう。しかも入った刑務所は環境が劣悪。耐えきれなかったアダムは刑務所を脱走する。そこで彼はある考えにたどり着いたんだ。捕まれば一緒なんだから、派手な犯罪でも一緒だ。こうして開き直ったアダムは強盗を始めるんだ。刑務所に入ったことでより悪い犯罪をするようになるって、全く刑務所として機能してないですわね。そもそも脱走されているわけだからね。そんなアダムだが、彼の強盗計画はかなり手が込んでいたんだぞ。アダムの強盗計画は1週間前から始まった。彼はまず銀行の隣のビルを借り、窓に酒を並べることで酒屋が新しくオープンしたように見せかけた。そのカモフラージュの裏で1週間かけて地下トンネルを掘り、銀行の金庫とつなげていたんだ。そして当日トンネルから金庫に入り現金を盗み出した後、隣のビルに戻って用意していた酒のラベルを貼ったケースに金を詰めて抜け出した。こうしてアダムたちは1億円もの大金を盗み出したんだ。ただ彼が優れていたのは頭の良さだけではない。例えばボストンの宝石店を襲った時、入り口で警察と鉢合わせになってしまった。普通の人間なら慌ててしまいそうなものだが、なんと彼は警官に会釈した上、強盗仲間にちゃんと戸締まりしろよとアドバイス。すると警察はアダムたちを店の人だと勘違いして見逃してしまった。そしてアダムはまた店に戻り宝石を盗み出したんだ。このような礼儀正しさと肝の据わりっぷりも他の犯罪者にはない特徴と言えるだろう。これだけ悪知恵が働いて度胸もあるなら、どんなことにでも成功しそうですわね。賢い人間はその頭をどう使うかで人生が180度変わってしまうからね。そしてここからはアダムの人生の中でも最も印象深い盗難事件についてご紹介するんだぞ。一目惚れした絵画。アダムの人生の中で最も有名な事件といえば、絵画デモンジャー公爵夫人盗難事件だろう。このデモンジャー公爵夫人という絵画はトマス・ゲインズバラによって描かれた作品で、当時はロンドンのアグニュー画廊に置かれていた。アダムはいつものように手際よく絵画を盗み出したんだが、この盗難には金銭以外の明確な目的があったんだ。というのも当時アダムの弟が警察に捕まっていて、何とかして釈放させたいと考えていた。そこでアダムは絵画を盗んだ後、美術商にこう持ちかけたんだ。絵は返してやろう、ただし弟の釈放の取引代行と警察に渡す金の代わりにな。その時アダムは絵画を取引のためのカードとしてしか見ていなかった。しかしその後状況は一変する。なんと雇った弁護士の腕が良すぎたため、取引するまでもなく弟は出所してしまったんだ。そうなると絵画は不要どころか、むしろ所有していることで足がついてしまう可能性も出てくる。しかしアダムは絵を手放そうとしなかった。なんて綺麗なんだ、まるでキティのようだ。アダムは絵画のデモンジャー公爵夫人が元恋人のキティに似ていたことから痛く気に入ってしまったんだ。その結果自宅にいるときはベッドの下に、遠出するときはケースに入れて肌身離さずに持ち歩いていたという。二次元に恋するなんて今も昔も変わらないですわね。私に恋しているというミッドナイトの殿方たちはコメント欄に書き込んでくれても結構ですわよ。さてこの絵画はアダムの人生において最後まで影響を与えるんだが、その話をするためにはある男を紹介しなければならない。その男はまるでシャーロック・ホームズのように鋭い男なんだぞ。犯罪し放題のアダムだったが、もちろん全員が見逃すわけはない。彼の悪事に待ったをかける男が現れたんだ。男の名はウィリアム・ピンカートン。アメリカ初の私立探偵事務所の経営者だ。警察が賄賂で機能しなかった当時、探偵ウィリアムはアダムを捕まえるために奔走した。時にはダンスホールで遊んでいたアダムの元を訪れ逮捕寸前まで行ったのだが、アダムは間一髪で逃亡していた。このままではアダムを捕まえられないぞ。どうにかして捕まえたい一心のウィリアムは根本的な改革を実施、賄賂が横行していた警察を改善したんだ。それによってアダムの元に裏から警察の連絡が行くこともなくなった。そうしてウィリアムはアダムが経営する裏カジノに踏み込むことに。しかしいざ踏み込むと、
なんだこれは。なんとカジノの中はもぬけの殻。アダムはまたもや勘の良さを発揮し、カジノの痕跡を跡形もなく消していたんだ。クソ、またやられた。悔しがるウィリアムだが、そこにあったのは徹底的な憎悪ではなかった。むしろウィリアムはアダムのことを尊敬していたんだ。なんでですの？まんまとやられてますのに。ウィリアムはもしかしてド M ですの？ド M の可能性は否めないが、アダムは金は盗みはするものの、人を殺したりはしなかった。それに盗んだ金の一部を慈善事業に使ってもいたから、ウィリアムはアダムを尊敬していたようなんだ。敵のはずのド M 探偵に尊敬されるってかっこいいですわね。ド M は余計だけど、アダムとウィリアムは互いを良きライバルとして認識していたようだね。そしてこのライバル関係は最後の瞬間まで続いたんだぞ。アダムの最後。大犯罪者として罪を成し、表向きは成功者だったアダム。しかしこの後、持ち前の仲間に対する情の厚さが災いすることとなる。きっかけはアダムの相棒チャーリーの死だった。チャーリーはベルギーの刑務所で亡くなったんだが、彼が捕まっていた理由は銀行強盗だった。その時アダムはある計画を思いつく。チャーリーの弔いだ、同じ銀行を襲うぞ。しかしこれがまずかった。アダムは2人の仲間と銀行の馬車を襲う計画を立てていたが、本番で馬車の中から金を奪うところを通行人から見られてしまった。しかも2人の見張りはアダムを置いて逃亡してしまったんだ。こうして捕まったアダムだが、銀行強盗だけの罪にしか問われなかった。刑期はなんとたった7年。しかも模範囚だったから5年足らずで出所してしまったんだ。他の犯罪のことはガン無視ですの？アダムはそのあたりもうまくやっていたようだね。しかしこの刑務所生活が思わぬ形でアダムをどん底へ落とすことになるんだぞ。言うの？たった5年で出所したアダムだったが、その5年間で何もかもが変わってしまった。まず彼は刑務所の作業で肺を壊し、体調を崩してしまった。しかもアダムが守ってきたはずの仲間に嫁を寝取られていた。さらには蓄えていた財産まで奪われてしまったんだ。体を壊し、愛する妻と財産まで失ったアダムだったが、彼にはまだ2人の子供が残っている。子供たちはまだ幼く、育て上げるにはお金が必要だった。途方に暮れていたアダムだったが、あることを思い出す。そうだ、あの絵があるじゃないか。そう、デモンジャー公爵夫人の絵画はまだアダムの手元に残っていたんだ。彼はこの絵画を美術賞に渡せば養育費ぐらいはひねり出せるだろうと考えた。しかしそもそもこの絵は盗難によって手に入れた品だ。彼自身が美術賞に手渡せば再び逮捕されることになってしまうだろう。それを避けるためには別の人間を仲介人として立てるほかない。今自分の周りにいる人間で最も信頼できるのは誰だ。仲間に裏切られた直後ということもあり、散々考えたアダム。そこで選んだ仲介人は探偵ウィリアム。アダムから信頼できる相手として選ばれたウィリアムだが、犯罪者から盗品を渡されることになるわけで、逮捕するには絶好のチャンスだ。しかしウィリアムはアダムの要求を素直に承諾したんだ。ここには2人にしかわからない、いわゆる紳士協定があったのかもしれない。こうして25年ぶりに無事に絵画を返却したアダムは、その1年後の1902年に57歳で亡くなった。おそらくウィリアムはアダムが老い先短いことを知っていたのだろう。その後アダムの子供たちは父親不在ながらすくすくと育った。そのうちの一人、ハーリー・レイモンドはウィリアムの推薦を受けてウィリアムの事務所で探偵として活躍したそうだ。そしてウィリアムは後年アダムのことをこのように評価している。アダム・ワースの死によって現代における最も総意に富んだ大胆な犯罪は消滅するだろう。彼らがもっと違う形で出会っていればと思うと、私は残念でならない。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。